ラケットのワークのさせ方なんですけれども基本的にインパクトはまず正確に出せるようにしたいんです、ね、このインパクトを迎えるまでの段階が後ろから打っている状態とは違ってこの状態からかなり低いところからそのインパクトを迎えられるようになのでボールが当たった瞬間にラケットの面がまずかぶっていたりぐらついていたりしないということが非常に大切になります。そしててて下から出てインパクト捉えて かなりこう薄くボールを捉えたものをきれいに上に上げていく腕の動かし方としては手首はほとんんど使っていません実際柔らかくこうプレーをしているように見えるんですけれどもしっかりと手首が固定された中で腕の動きで大きく円を描いているような感じで持ち上げていっています。 バックハンドもフォアハンドと同じようにラケットを下に滑り込ませて上に振り上げるようなイメージで。